はい。アートパッケージを利用したワークショップを、開催するっていう人向けに、情報共有をします。ベースとしては、この、シェーン・デイビスっていう人が作ったビルドアバイヨシーワークショップっていう、GitHub テンプレートがあって、で、これをテンプレートとして、パッケージとして、自分のワークショップ資料を作っていくと、R として閉じていればですけど、他の人にその R パッケージを、使った、ハンズオンの、ワークショップの資料を提供することができるっていうものになります。はい。Docker で、そういった、パッケージは全部格納されるので、再現性も良いということで、なので、今回これを調べたのは、来月やる BIOS Asia 2021で実際にワークショップとして、この、仕組みを導入する、して、資料を作るからっていうのもあるんですけど、それ以外にもこれ自体が、ワークショップとか、仲間内での勉強会でもいいですし、そういったものに広く使えるものだなと思ったので、ここで発表したいと思います。事前に必要なものとしては、GitHub アカウント。例えば僕は後期ついたきっていうアカウントがあって、で、あと、ローカルのマシンで作業するための、Git コマンド。あと、Docker を使うので、Docker のアカウントが必要です。僕の場合は後期っていうアカウントになります。で、事前に GitHub 上で、個人アクセストークンっていうのを設定しないといけなくて、これは最近導入された、パスワードとは別のその認証の仕組みみたいなので、あんまりパスワードとの違いは僕もよくわかってないんですけど、それは、設定してないと、Git のプッシュとかのタイミングとかで、たびたび怒られたりするように今はなっているので、これは絶対やんないといけないマストな作業です。で、GitHub 上で、サインインしたら、セッティングスのところの、ディベロッパーセッティングスのところの、ところに、パーソナルアクセストークンズっていう項目があります。で、ジェネレートニュートークンってところを押すと、こういうふうに、自分でトークンを作ることができます。で、この時に、今回って GitHub Actions を使うので、このワークフローというところにチェックが入っている必要があります。これをちょっと忘れるといろいろできなくなるので、これが必要です。で、そういうトークンの設定をしたら、先ほどのシェーン・デイビスさんの、作ったテンプレートを使うのに、このウェブ、この GitHub のページに行ってもらって、この Use This Template っていうボタンをクリックしてもらいます。で、そうすると、このテンプレートをベースとして、自分の、アカウントに紐づいた形で新たにレポジトリを作ることができます。ここでは Try BIOC Workshop っていう名前にしました。説明文はオプショナルなんでテストって書いたわけで、パブリックで、Create Repository From Template っていうボタンを押します。そうすると、Generated From シェーン・デイビスのなんとかって書かれた状態で新たに自分のアカウントでレポジトリを作ることができました。フォークと何が違うのかって話なんですけど、フォークの場合はシェーン・デイビスさんのこれまでの作業履歴とか全部、紐づいた形で自分のアカウントの下にコピーされるようなイメージなので、ここから新たに何か作っていくっていう話ならやっぱりテンプレートなのかなっていう気がします。で、いっぱいこういうふうにファイルが生成されるん
ので、まあ、ちょっと圧倒されるんですけど、まあ、大体は、手でいじることはない、設定ファイルとかそういうものです。で、自分で書く可能性があるのは、まあ、こういう矢印のところですかね。で、特に、一番大事なのは、この、.github/workflows 以下にある設定ファイル、YAML ファイルを書き換える作業が一番大事です。で、その後の作業ですけど、GitHub Actions っていう、自動ビルドシステム、まあ、CI のツールを使います。で、この Try by C ワークショップの Actions ってタブのところをクリックすると、早速、ビルドが走っているのがわかります。ちょっと動画じゃないんですけど、ここがくるくる回ってて、今計算中っていう様子が、わかります。ここをクリックするとさらに、詳細が見えるんですけど。なんで、その作ったコードを、別の、環境に、環境で、テストするってことを、GitHub 上で行っています。で、しばらくすると、こういうふうに、こう、バッテンマークが出てきて、ビルドがこけてるっていうのがわかります。で、これは、元のテンプレート自体にバグがあって、まあ、さっきのその個人アクセストークンに関する対応がまだできてない部分があるので、それが原因になっています。今、西田さんがここの部分はプルリークを送っていて、対応してもらっているところです。なので、以降は、この部分の修正も含めて説明します。まあ今後、ここの作業は多分いらなくなるとは思うんですけど、今のところ、まあ、やらないといけない作業ということで紹介します。で、まず、作業としては、この作ったレポジトリの、ところで、セッティングスを、選択して、シークレッツ、っていうところを押して、で、ニュー、レポジトリシークレットっていうのを、ボタンを押します。で、これは何かっていうと、まあ、ドッカーの、ユーザー名とか、パスワードとか、そういった情報を、なんかこの、ビルドをするときに使うんですけど、ただそういう情報をそのまま、GitHub のコードとかと一緒にこう、公開してしまうとみんながそれを見ることができてしまうので、大変まずいわけで、そういう情報は使いたいけど、みんなには見えない状態にしたいっていうことで、なんかシークレットっていうものがあって、ここに、例えば、Docker ユーザーネームっていうものを設定して、自分の Docker アカウント名を、登録したり、ドッカーパスワードっていう名前にして、まあ、これ適当ですけど、自分のドッカーのパスワードをここで登録すると、この情報を、GitHub Actions が使うことができます。で、この作業も、マストです。で、あと、その後に、GitHub Pages。これはまあ、README の、ページをもうちょっときれいに、加工して、公開するっていう機能ですけど、それもやっておくといいんじゃないかなと思います。このレポジトリの設定のページーズってところがあるので、そこで、どの、ブランチのリードミーを、きれいに見せるかっていうので、まあ、僕はマスターにしてます。あとは好きなテーマをここで選んだりして、いろんな、背景とか、フォントとかいろいろ変えた状態で、ページを見せることができます。例えば、こういうページになります。HTTPS の後にアカウント名 GitHub.io レポジトリ名っていうのところに、このページが勝手に、できるので、で、ここにそのワークショップでやることみたいなの手順とか、依存パッケージとか、といった、まあ、情報をここに書いて、で、他の人に見てもらうっていうことができるようになります。
その後の作業ですが、まあ、今は GitHub 上で作業していたんですけど、ちょっとファイルを手元のマシンで編集するということをこの後します。Git をクローンで先ほど作ったレポジトリ名を打ってもらって、手元のマシンにクローンします。で、何か編集したら、その都度、コミットプッシュして、こう、GitHub にも、反映させるということをします。で、プッシュすると、それがトリガーとなって、毎回、GitHub アクションズが、リモートで走るので、自分のコードが、他の環境で動くのかっていうのを、まあ、逐一確認することができます。で、手元で編集する部分は、ちょっとだけ紹介したその YAML 設定ファイルですね。Basic Checks YAML っていうファイルが、このディレクトリーにあるので、この環境変数に関する env っていう項目、ここを書き換える必要があります。具体的にはレポネームを変えます。ここは、Docker Hub のレポジトリ名。これから、プッシュしたい Docker Hub のレポジトリ名を書きます。僕の、アカウント名はコーキーなので、コーキーすらトライバイオワークショップみたいなのを例えばここで書きました。あと、これは、add remote no errors from warnings っていうのは、warnings をエラー扱いにするみたいな、ちょっと厳しい設定になっているのをやめさせるっていう、まあ、おまじないみたいな感じです。あと、ここですね。ここが、こける原因になっていて、GitHub PAT っていうのがあって、で、なんかこの環境変数名でなんか、GitHub トークンの、値を参照するコードがこの YAML の中にあって、なんで、最初にその設定したシークレッツの GitHub トークンは、とこの GitHub PAT っていうのを紐付けるために、ここでこういう一行を書く必要があります。この一行はないと動かないです。で、この YAML、まあ、最低限この YAML を今みたいに編集できればもう動くコードになって、まあ、試しに、Git で、まあ、プッシュしてみると、その前、まあ、Git ステータスすると、まあ、編集されているのがここで分かりますけど、Git add で、バージョン管理の対象ファイルは全部だっていうことを言って、Git コミットで、手前のそのステージってところにその変更を蓄えていって、で、Git プッシュっていうのを書くと、この、変更内容がリモートサーバーにこう転送されます。で、このプッシュをすると、GitHub Actions がまた実行されて、で、このファーストプッシュっていうのがもうコミットメッセージで書いたから、ここにもそうなってるんですけど、別環境で、GitHub Actions が再度、作動していることがわかります。で、ここをクリックすると、まあ、こういうふうに、各項目ごとにこう、そのコードが実行されていく様子が、見えるんですけど、うまく一番下まで行くと、ここはこういうふうに緑色のチェックマークになって、うまくいったっていうことがわかります。で、この状態まで無事行くことができたら、この、テンプレートがよくできているのは、まあ、Docker Hub に、この関係するパッケージをなんか全部格納した、どっかイメージがプッシュされるっていうことが、起きます。まあ、ここまでがこう一つのなんか処理のセットになってて。なので、以降はこのどっかイメージをみんなに使ってもらえば、パッケージ手元、こっちのマシンではインストールできないんだけど、みたいな、そういうことが起きなくなる。再現性が良いということになります。
試しに、ローカルでこのイメージが、正常に動作することを確認していますっていうのがこのやつで、ドッカーランの後に、パスワード ABC とか、ここら辺はどうでもいいんですけど、後期トライバイオワークショップ、タグ名っていうふうに打つと、ローカルにそのイメージがないなら取ってきて、で、アーズスタジオが起動された状態になります。で、HTTP、ローカルホスト8787っていうところに、ウェブブラウザで、アクセスすると、こういったアーズスタジオの画面が出てきて、で、ユーザーネームは RStudio っていうふうになっていて、で、パスワードは、先ほどの、ここで設定した ABC とかであれば、ここで ABC って言ってば、この中にログインすることができます。で、ブラウザー上でこういう RStudio を、開くことができて、で、この中では、もうすでにその自分が依存パッケージとして、記述した、ディスクリプションファイルというものに、依存パッケージを書くんですけど、そこで書かれた依存パッケージというのは、もうこの中ではもうすぐ使える状態になっているので、ワークショップとかやる場合は、みんなこの環境を使ってねって言えば、いちいちそのパッケージインストールするところからやらなくて済むっていうので、非常に便利だと思います。あとのファイルに関しては、パッケージを作ったことがある人であればわかると思うんですけど、ディスクリプションファイルはパッケージの要みたいなファイルで、どの名前のパッケージにするかとか、そのパッケージは何をするものなのかっていう説明文だったり、依存パッケージの記述をしたりします。あと、ライセンスは自分で考えてくださいっていうのと、あと、ワークショップの講義資料、本体っていうのは、このテンプレート的にはこのビネットとして、アードマークダウンとして、ここにどんどん記述していくっていうことをやります。そうすると、そのドキュメントを他の人も見えるようになるので、それに従って、自分のワークショップなり講義だったり、そういうのを進めていくことができます。なので、以降は他のファイルを編集してはプッシュっていうのを繰り返していって、ワークショップ資料を作り上げていくっていう作業になると思います。はい、以上になります。何か質問などあれば。あ、いいですか、一つだけ。はい。これワークショップの、29枚目なんですけども、このRStudio にログインして入ったときに、GitHub そのままダウンロードしてるからしゃあないかもしれないんですけどね、このファイル、右下のファイルズが、すごいガチャガチャしてて、ワークショップやるときに、このガチャガチャしてるのはあんま気にせずに、ビネットをクリックして、RMD のファイルを開いて、皆さん使ってもらうっていう形なんでしょうか。ああまりこのガチャガチャしてるのはもうあまり見ずに もうちょっと整理できたらいいのになと思いながそのドキュメントをどうやってそのワークら。はい、ショッみんプなにそ参ういう。加した人が見るかって感じなんですはい。けど、他のこの仕組みを使ってワークショップをやってる人の動画をいくつか見たんですけど、はい。この右下のガチャガチャしてるところでビネットをクリックしてって、アールマークダウンをみんなに見てもらうか、そもそも、それももう見ずに、とにかくこの画面でアールのコマンドをどんどん打ってって、何かをああ。来てるのを見せるみたいな。はいはいはい。この後、
どうやるかはまた、なんか結構人によってバラバラだったりしますね。ああ。やっぱり、そうですね。アールマークダウンって、マークダウンなんで、なんか人間が見る感じじゃないというか、もうちょっとコンパイルして綺麗にした HTML なり、PDF だったり、まあ見たい感じはあるとは思うんですけど。まあその場合はまあ手元で、多分、アールマークダウン開くと、多分この左上に開かれた状態になると思うんで、ここでニットってボタンを押すとコンパイルされると思うんで、まあ、綺麗にドキュメントみたいなそういう作業をしてくださいっていうのをさらに言うとかですかね。うん。まあ、ちょっと決まったやり方はないのかもしれない。ない。実際のコードを、まあ、実行していく方がいいんですよね、やっぱり。まあ、基本としては、マークダウンなり開いて、それ一行一行実行して見せていくような形がいいってことです。まあ、それがいいんじゃないですかね。はい。動かしてもらった方が。わかりました。はい。